こなの。ああ、ここね。なんでいつものとこだ。それは嫌だ。しおりスイッチね。嫌だって言って。それ絶対やばい。それあ。だってもうおかしかったもん、もう次の日からずっと。まあ右だね、両方悪いけど、やっぱり男は、うん、右はちょっとやばいね。やばいよね。うん。はい、横向きになってください。取っちゃいます。とりあえず一回取ります。はい、粉を落としてって。この角度ってどっちだと思う？こうか、絶対そう、どこでもいいよ、何でもいい、何でもいい。それはない、ないんだね。こうなんだね。うん、こっちにもこうやってキリなくなるか。いやいや、本当にありますよ、ライブとかだったら。上からもあった方がいいと思う。うん、はい、ちょっとしおりスイッチいくよ。ゴリゴリ。なんでそんなゴリゴリなの？凝ってるから。これ治ることあるの？これ、もうちょっとだいぶ少しは変わってきてるね。こんだけ調子の悪い状態の中で。お尻やばい。これね。いじめないで。はい、向こう向きです。どこに置くべき？左の方が痛いかな。はい、上向きです。頑張っていっちゃおう。そのまんまで、いい。こっちにする？頭？こっちで。こっちで。じゃあごめん、頑張ってこっちだ。こうだっけ？多分その辺。遠慮なく言って。この音はどうなんだろうね。ない方がいいのか。音はない方がいいのと明るい方がいいんですね。カメラが暗くなってる。この場の雰囲気は暗い方がいいですね。でも絵にしちゃうと落ちちゃうから見にくくなっちゃう。違った。起きるよ。膝気持ちいい。あ、そうだ、膝もやると思った。終わっちゃった。吸いたくないの？痛気持ちいい。もうなんかさらに上をいったなんか肩口もうからまあそういうことだな。反発してる？いや反発はしてないよ。なんで？ストレッチしてないから？気持ちいい。痛気持ちいいぐらいだった。はい、ゆっくり起きてください。矯正をします。首の後ろで手を組んで、なんかこうきれいな、ちょっと待ってね。首の後ろで手を組んで、肘を閉じて大きく息を吸って、はいはいて、吸って、はいはいて。上向きでゴロッと寝てください。はい、頭上げて、下ろして。はい、向こう向きで横を向いて。はい、足後ろに。はい、反対です。上向きです。力抜いて。はい、うつ伏せです。ゆっくり起きて、強めだね。いや、そんなことないよ。ここの最後ここをかけたもんで、印象に残ってるんだ。そうなの。うん。さすがに溜まってきてるんだと思う。はい、お疲れ様でした。はい。